今日は電池の日だって。そうだよ。日本乾電池工業会が1987年に制定。乾電池のプラスマイナスを11に見立てて、電池についての正しい知識と理解を広めるためなんだって。皆さん、災害にも備えて、懐中電灯やラジオの電池のチェックをしてね。はい。ありがとう。はーい。どういたしまして。一曲踊って。うん。今日まだ踊っていない。おめでとうクリスマスを。踊るね。そうだね。ちょっとお話ししよう。いいよ。オッケー。僕、最近猫が気になってるんだ。ヨンコさんが最近買ってよかったものって何？早生の富士リンゴ。設定、参考で、希望で、公務員だよね。また、いろいろ、教えてね。はーい。ミラクルから一言。YouTuber のミラクルです。最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね、バイバイ。